でもじゃあなんで呼んでくれたんですか、坂本じゃないのに。え、坂本とさ、はい、コラボはしたことあるけどさ、はい、3D で並んだことってないじゃん。確かに。だから並びたいなと思って、で坂本は声かわいいから、声も、はい、顔も不器用なとこも、はい、かわいいからあれ、なんか聞いたことあるかってどっかのフレーズだな。かわいい曲歌いたいと思って、はい、今日このね、グリズリーに襲われたらって曲にしました。でもちょっとそれってほぼ心に決めてるんじゃんもう分かってないだけですよ。まあでも坂本でもいいや。なんででもいいやじゃないです。じゃあもし本当にグリズリーに襲われたらどうします、しおん先輩。しおんがさ、電話したら助けてきてくれるの。いやもう 100% 駆けつけますよ。あの、いつだってどうぞ あの、そういう時じゃなくても全然電話待ってるんで、うんうん、はい、あの、いつでも待ってますから、はい、はい、あの、送ってもらってもいいですか、とかかけてもらっても今でもいいですよ。あ、グリズリーの役やりましょうか。あ、じゃあ、ちょっとグリズリーになるんで